パニック4。何見てないですか。もう一回いきますね。はい、パニック4。はい、決まりました。今回のゲストは金属バットさんです。わすいません。嬉しい。そう、来てくれたん。はい。やパニック4やるって聞いたんで。普段あんまり。普段 YouTube のゲストとかって言ってもらってるんですか。何がいいの。こういう感じで。いや、こういうのは出えへんことにしてるけど、パニック4があるって聞いたから。本当ですか。もう東京の仕事も全部飛ばした。ありがとうございます。それはもう、2人パニック4は見てますか。ちなみに。うん、もちろん。じゃあ最初のやつ。俺は見てもないんやけど、はい、噂は聞いてんのよ、金がね。パニック4っていう。それに言い噂。いや、とんでもないのがあると思って。それに招集されちゃった。だった。東京でコンビで一回飲んだこともあるし、友康くんはあの一日で飲んだよね。はい。あ、そう、ほら。一日で飲んだことあるんですか。楽しくやらせてもらってるんですよ。なんか LINE で、グループ LINE あるんですけど、今回金属バットさんがゲストですってなった時、ゲストどうですかみたいな話したりして、はい、お三方関わりありますかって服部さんが言ってくださったんですけど、うん、僕と洋者さん普通にああありますよって、うん、で吉高さんは飲み行ったことあります。で友穂くんに関しては一日で飲み行ったことありますって言ってて、これはどっちなんやろうな。最初ボケやろな。はい、あだ的なこと。いやいや、一回カメラ止めようか。で絶対しばかれる。なんで一日で飲み行ったの。え、どういう流れやったっけ。でも朝まで飲んだよ。なんか分かんないけど、気ぃついたら笑顔で酒飲んでた。笑顔で酒一番笑顔で。ということで、はい、今回は、はい、どういうことやねん。ということで今回は、まあ離婚してからサバサバするの。おいおい、それが原因ちゃうか。早く離婚してください。離婚してないね。はい、ということで、よいしょ。掘り下げテレトーク。はい。はい。熊本県だけで遊ばれてるトランプゲーム、うん、テレットさんっていうそんなあんねや、会がありまして、うんうん、押しながらちょっとゲストである金属バットさんをトークで掘り下げる企画でございます。いや、はい、まずテレットさんのルール説明をします。はい、テレットっていうのが熊本弁でボーっとしてるという。ああ、なるほどね。で、まず。お前らさ、でも、熊本出身でバイ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 言うてるやん、はい、バイバイです、はい、この前なんか一緒に熊本行った時、はい、お前ら一つも熊本弁使わんかったやん。違う、なんだ、違う違う違う、止まったか。いや、違う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 、ビジネス方面じゃないの。違う違う違う、本当に本当に違う、あれは、うん、あれなんでやろう。確かに一回も出んかった。なあ、お前ベロベロなって地元の連れ呼んだけど、はい、お前だけ標準語やったよ。周りがうまい。いや、熊本も大阪もしてた。いや、だから10年僕でも本当に10年前に熊本から大阪出てきたじゃないですか、うん、で熊本弁と関西弁が合体して標準語になったんですよ、うん、そっからもう自分がどっちもなくなった、どっちも一回なくなったんですよ。合体してなくなって。そんなバカな。そっから標準語なんで合体したら消えるの。消えます。そんなバカな。じゃあ熊本弁で喋ったらよかったのに、うん、いや、お前なんかえらいスラスラ標準語で喋ってよ。出ないんですよ。出えへん。よってタカも外れてるはずやのに出えへん。テレトジのボーとしてるっていう意味で、はいはいはい、まず1人4枚の手札を持ちます。はい、うん、はいはい、はい、これルール説明なんで全然パーツいいですよ。はい、ゆうじょうさん、ゆうじょうさん、だいぶ先輩ですけど、はい、言わしてもっていいですか、はい、ちゃっちゃせえ。で、山札、はいはい、で、の周りに4枚のカードをオープンしていきます、はいはい、これ見ても分からへんの、もうこれ見てください、分からへんね、はい、手元のカード4枚の数字が揃うことを目指して、はい、一緒になったよね、はい、で、順番にオープンされているカードと自分のカードを1枚から4枚入れ替えることができます、うん、ほう、わかります。パスもあんの。あります。あんねや。で、入れ替えてたカードがない場合は、うん、入れ替えたいカードがない場合は流して新しく4枚この場に出すことができる。どこバーっと、ね、全部出しにして、はい、してくれんねや、はい、はあはあ、はい、で、ちなみにでも流した場合はそれでターン終了です。なるほど。流すだけない。流した後にここに欲しいカードあっても次の人からです。なるほどなるほど、はい、で、ジョーカーは何のカードに、うん、でも当てはめることができるんで、持ってんねや。ジョーカー以外3枚揃ってたらいいです。はい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 。で、4枚揃ったらもう誰にも気づかれないようにカードをテーブルに伏せてください。こういう感じで、こっそりね、誰にも気づかれずに、こっそりバレずに、はあ、で、伏せて誰かが、で、それで例えば友康さんが伏せて、はあ、うん、小林さんがそれに気づくとするじゃないですか、うん、そしたら小林さんもそっと誰にもバレないように伏せてください。
ほうほうほう、いきます、揃ってなくても、はい、で、一番最後までカード伏せれなかった人は負けです。あ、わかります。はじめに、はい、嘘ついたあかんねんな。嘘ついちゃダメです。そうで、ゲームしながら、はい、今日はあの金属バスのことを、はい、俺らが深掘りしようっていう、はい、はい、しゃべります。結構吉高さんが弱いです。結構吉高さん弱いやろ。意外ではないな。意外と吉高さん興味あることやったらずっと聞いてるほんまに。でもゲームに集中しすぎて、はい、めちゃめちゃ朝掘りの時もある。朝掘りできないんで、どっちにも勝ちたいから、全然聞けてない時ある。じゃあ最初はグーでいきましょう、はいはいはい、最初はグー、じゃんけんほい、はい、こんしょ、おいしょ、最初はグー、じゃんけんほい、最初はグー、じゃんけんほい、しょ、しょ、こっちからでいいです。あ、じゃあ僕勝ったよ。はい、勝ったよ。吉田さんの勝ったんだ。いや、もう吉田さん勝ってないです。勝ってないの。じゃあ、こうです。こうです。こっち、はい、っていい言ってるやん。なんで切れてんの。俺勝ってん。俺めちゃめちゃ勝ってん。そら、田中さんやめろ。忘れはしてるんだよ。はい。はい。はい。じゃあ、交換する。はい。交換し。はい。はい。はい。僕ね、ね、あの、チケット買って見たんですよ。ああ、準決勝。めっちゃ面白かった。ああ、ね。あ、見てくれはったんですね。いや、絶対行ったぐらい、めちゃくちゃ行けてて。だって、友達さんがコロナでしたっけ。わしコロナやって、そう。あ、ですよね。当日に、あれですよね。行ったんですよね。あ、ごめん。早かった、ごめん。ちょっと何してんすか。ちょっと。ごめん。当日の朝に行けたんですか。そうそうそう。うわ、何がいいね。もうその療養所から直で行った。直で行って、で保健所の人がえらい用してくれはって、はい、ほんまはお昼に開放したけど、うん、はい、もう朝9時に開放してくれた。それは説明したんですか。もう言うって言うたら分かりました言って、おで療養所出る時も全員がお見送りしてくれて、今から頑張ってください。マジで嘘、めっちゃいい。行ってきます。落ちたんすよ。恥ずかしい。すげえ、すごいな。ついてるっていうか、ちょうどその日に、うん、いや、ね、流れは来てる思ったんすけど ね、絶対そうっすよね。全然なかったっすよ、その日。やっぱ緊張した。いや、もうバリバリしましたよ。緊張するんですか。俺もそうイメージないな。確かに、うん、ずっと手震えてた。小林がアルチューみたいに手震えてた。嘘、指9本ぐらいの。でもそのネタバレの時とか、友安くん屁こいてたよな。いや、それぐらい余裕やから。、はい、なんかそのね、俺屁がオンエアなんて初めて。漫才って屁こいていいやって。屁こいなんすよ。屁こいてた。屁こいてた。屁こいてめっちゃウケてたから。そうだ、だからその緊張してる感じが全然わからんのよ。やっぱね、なんすかね、うん、あのネタパレなんか階段降りて出てくるんで、うん、やっぱ重力でヘが降りてくる。降りてこないでしょ。降りてこないでしょ。狙ってたやろ言われるんですけど、ね、いや狙えるか。ヘは調節できない。ヘなんか無理よ。いや、すごいな。いや、すごいよ。いや、でも緊張のイメージないな、確かに。うん、ないっすよね。全然ない。え、一番緊張したのってなんすか、今までで。今までで、はい、いっちゃないやろな。一番緊張したのは、はい、気張ったなっていうのあります。人生で、はい、仕事関係なく。いや、仕事です。仕事で、はい、なんやろな。あんまないでしょ。じゃあ M1、 M1 かな。え、あ、今も気張るな。 M1 じゃないですか。うわ、ジョーカー出た。来た。うわ、来た。うわ、で、トムヤさんが出たよ。ごめん、そうさん、はい、あ、そうか、そうなのか。集めて組みましょうか。はい、あ、そうですね、戻すんですね。戻すんか、はい。いや、でもすごいな、うん、でもほんまに、はい、いや、一回さ、でも敗者復活で2位みたいな、はい、いや、そうなんですよ、ね、あんとめちゃくちゃ言ってる時あったよね。あんなことすんだよな。あれだって、あん時俺と最終年で、うん、そうですね、そうですね、そう、はい、で、金属行くんちゃうかなって、はい、なんやねん、マジでハラハラだけさせやがって、そうですよね。めっちゃでっかいどん兵衛をさ、はい、あの持って帰ってなかった。いや、今年それ、ジャンボどん兵衛は。あれ、あれ、なんなん、あれ、なんかね、置いてあったんですよ、受付に。あれ、もらえんの。持って帰っちゃダメですよ、絶対。あれ、もらえん、思ったんですよ、あれ。はい、そう、絶対にダメやんと思って。絶対ダメやけど、止めれるもんなら止めてみて。いや、本当に。あれ、ジャンボどん兵衛持って、はい、あの、M1 の帰りってカメラついてくるじゃないですか、はいはい、ついてきて俺結構吠えてたんですよ。あ、なんやこの大会みたいな、はい、人生帰ろうやみたいな、はい、
ガンガン言ってたら、はい、カメラマンの人も、ありがとうございますえとか言ってもって、え東京のど真ん中で、はい、でっかいどん兵衛持って一人で立ってめちゃめちゃ恥ずかしい。すごいな。すごい。え、あのどん兵衛は今家にあるんですか？家にある。ちゃんとある。あミシンから別で仕事もらえんじゃん。いや毎年あんなもらえますよ。さすがに来そう。毎年やってるもんね。はい、絶対行けます。いやで、あのどん兵衛、ジャンボどん兵衛、あれ空気で膨らます、はい、なんかバルーンみたいなんで、バルーンなんや。蓋が厚紙みたいな硬いんですよ、はい、で、わしそれ持って帰る時大きいから空気抜いて、はいはい、ペタペタにして、はい、丸いでっかい厚紙みたいな一個にして、はい、で持って帰って、はい、で新幹線の窓側の席に取って帰り、はい、で邪魔やから横に置いて壁にかけて、はい、ちょっと寝て、はい、起きたらなくなってて、はい、えっ、ー、えらいこっちゃんどこ行ったんや転がって2列先まで行ってめちゃくちゃ恥ずかしい。恥ずかしいな。どんどん恥ずかしい。めちゃくちゃ恥ずかしい。これ誰ですか次は。誰やろ。僕かな。料理流します。はい。いやー、そっか。すごい。あれ？みんな伏せてない。おい、おい。2週ぐらいしてた。おい、だいぶしましたよ。いや、初めてこんな気がつかない。全然気づいてなかった。めちゃくちゃずっとやってた。綺麗に収めたらダメや。ドンベの話初めて言うけど、今やろ。今が一番なんで。おい、このゲームおもろい。え、2万すか？2万。いやいやいや、勝てない、勝てない。そんな厳しいゲームじゃない。ということで、罰ゲームですか？罰ゲームなんね、はい、ということで、もう罰くらったって、まあ、罰くらい長かったけど、罰ゲームは、チン落とし。え、チンの？それを、寝転がってもらって、寝転がってもらって、はい、チンにドンです。お前ちゃんと罰。ちゃんと、ちょっと、工業高校やめてください。もう子供はいらんってことだ。いるよ。俺軍隊作ろうと思ってた。あ、怖い。どれくらい？ああ、無理無理やって。もうちょい。無理やって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 。落ち着け。落ち着いてください。アホなんだ。大丈夫。俺結婚してないぞ。顔出てきた。おもろ。親の顔感だ。はい、子供何人いてんすか？これも一人。こんな減ってるから一人なんすよ。もう一ゲームやりますか？もう一ゲームやろう。友谷さん、森山さんと一緒でしたっけ、ここ？そうそう。あ、小中と一緒やねん。この風貌で。